時刻は1時になりました。 FM ユミタンをお聞きの皆様こんにちは。この時間は FM ユミタン防災情報番組災害時は786お伝えいたします。さてこの時間の防災情報番組災害時は786、さあこの786の数字、こちらは FM ユミタンの周波数、そうテレビでいうチャンネルのことを言います。ラジオにもそれぞれチャンネルがありまして、私たち FM ユミタンのチャンネル周波数は 78.6MHz。 そこで災害時には786という数字、 FM ユミタンのラジオを聞いていただきまして、皆様情報をですね、上達していただきたいなと思っております。災害時は786、いつ何時起こりるかわからない災害、私たちは一人それぞれですね、個人みんなでまた、情報をですね、どのような情報が発信されているかというものをですねしっかりと聞かなければいけません。まだ私たち FM ユミタンの方でも皆様が知りたい情報をですねいち早く届けるためにも、通常の番組をしている最中でも災害時が起きた場合は、災害情報に切り替えまして、放送の方もいたした、放送もいたします。さあこのタイトル災害時は786、 FM ユミタンの方では周波数 78.6MHz に合わせていただきまして、さまざまな情報をゲットしてください。それではこの1時間皆様と一緒に防災についてご紹介していきますのでよろしくお願いいたします。それではお伝えいたしましょう。 FM ユミタン防災情報番組災害時は786、この1時間パーソナリティを務めます私日賀美幸でございます。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。それでは今日はですね、皆様に先週お伝えいたしました丸1時間だったんですけれども、先週のこの時間は防災ラジオについてご紹介いたしました。ゲストに中曽根局長を迎えまして防災ラジオ実験スタートしましたということで、私たち、FM ユミタンの方とですねまたユミタン村の方で、防災ラジオの実証実験がスタートしております。先日、テレビなどでも取り上げていただきました QAB さん RBC さんね、それぞれの各局がですねこの防災ラジオについて、ご紹介をしてくださいましたけれども、私たち FM ユミタンの方もですね、まだスタートしたばかりですけれども、これが今後どのように活躍していくか、そして、この役割というものをですね皆様に伝えていく役割として私たちも勉強しながら、またですね、実験で様々なことを改善しながら、やっていこうかと思っております。8月13日水曜日、琉球新報失礼いたしました、沖縄タイムズの方にも掲載されておりました防災ラジオ実験開始ご紹介いたします。
防災ラジオ実験開始。8月13日水曜日、沖縄タイムスです。 FM 読谷、公共施設に50台。コミュニティ FM 放送局の FM 読谷は、8月6日から防災ラジオ放送の実証実験を始めました。8月5日、中曽根局長は石嶺電池村長らと記者会見を開き、地域に根ざすラジオだからできることがある。行政と連携して積極的に情報を発信し、防災ラジオの必要性を確認したいと意気込みました。実験期間は半年間。FM ユミタンの通常放送を利用して、毎朝午前9時55分から5分間放送される、今も放送されています行政情報番組を放送し、訓練災害放送を月に一度実施します。終了後は設置箇所にアンケートを実施し、有効性などを検証。ラジオは役場や公民館など人が集まる公共施設に設置し、事業所などにも、置けるよう調整していくということでございます。防災ラジオ放送は FM ユミタンが緊急信号を発信すると自動的に電源が入り、 FM ユミタンの周波数、先ほどご紹介しましたね、 78.6MHz、 この周波数に合わせ緊急告知ラジオで50台を使用します。ラジオの液晶画面には地震という文字や津波という文字、水災害という書かれた、表示がされ、緊急放送時には最大音量で放送されます。 FM ユミタンの中曽根社長は、台風8号でユミタン村が大きな被害を受け、一日でも早く実施するべきだと考えました。行政の災害放送を、補完できる役割を担いたいと説明。またユミタン村長、石嶺村長は、確実に伝達できる地域に根ざしたラジオ放送の情報は防災対策で大きな力になると期待しています。はい、このようにですね、ラジオを活用した災害情報等の実証実験が、ただいまスタートしておりますけれども、このラジオはですね、命を守るラジオということで、FM 長岡さん、こちらですね、新潟県なんですけども、FM 長岡の、社長がですね、発掘いたしました。そして、脇上県というですね、会社の方で作られて、本当にこれはですね、国内生産のみとなっております。どこか他の国で作っていただいたラジオではなくて、はい、地元このですね、 FM 長岡があります新潟県にあります、会社ですね、脇上県株式会社が、はい、手作りで作ったですね、ラジオとなっておりまして、国内生産となっています。このですね、開発に時間をかけ、またですね、より優りなですね、ラジオが完成しております。命を守るラジオ、さらに信頼性が高まっています。弱者のために液晶表示と、またこのラジオはですね、電磁表示がされているんです。高機能防災ラジオを誕生しました。この緊急告知ラジオはコムフェス W67 というラジオなんですけども、先ほどご紹介したように、災害時緊急放送を受信して自動的に起動、緊急情報を伝えます。また起動時間が約 0.5 秒。起動時間というものは、私たち FM ユミタンの方がですね、地震や、津波、風水害、さあ、さまざまな災害が起きた時に皆様にいち早く伝えなければいけません。その時にピロピロピローっていう信号をですね、発します。今毎日ですね、朝の9時55分に役場からのお知らせ、その際に皆様よく耳にしていると思います。ピロピロピローとね、その音が鳴ります。その音が私たちの方でスイッチを押すと、
皆様に、こちらですね、今からですね公共施設などにお配りするんですけども、この緊急告知ラジオがですね、はい、例えばもちろん FM ユミタンを聞いてくださっているときはもちろんなりますね。通常のラジオでも鳴ってるかと思いますけども、そしてこの緊急告知ラジオがある、緊急告知ラジオを持っている方の皆さんはですね、例えば FM ユミタンではなくて他局 FM 沖縄さんだったり AM のですね、琉球放送だったりね、いろんな放送を聞いてるかと思いますけれども、そういう際にはですね、また自動で FM ユミタンの 78.6 に切り替わるんです。そしてこの時間帯聞いていなかった場合、そう、電源を切っていた場合でも、この災害時緊急放送ですね、発した時ピロピロピロっと私たちの方が信号を送った時には自動的に電源がついて、この災害放送をですね自動的に発信をする、こういう優れたですね、ラジオなんです。そのラジオが起動時間、この信号を察知して0.5 秒にはもう皆様のところに情報が行ってるということでございます。ねえ、そう考えると本当にすごいですよね。信頼性の高い起動率、また高感度設計、またですね、セキュリティ機能も搭載されている緊急告知ラジオ。これは命を守るラジオとして、今、読谷村の方では実証実験が行われています。さあ、それではもう少し、詳しく皆様にお伝えしたいと思いますので、それでは一旦コマーシャルをお伝えいたしまして、引き続き、命を守るラジオご紹介したいと思います。
お届けしております FM ユミタン防災情報番組災害時は786お届けしております。さあ、先ほどからご紹介しております、FM ユミタンの方ではですね、8月6日から防災ラジオ放送の実証実験が今スタートしております。まだ見たことがないという方も、多くいらっしゃると思いますけれども、今現在ですね、手元に、あります、この防災情報番組のですね、失礼しました、こちらですね、防災ラジオなんですけれども、読谷村役場、二来消防、またですね、こちら福祉でも活躍してくださると、期待しております、社会福祉協議会ね、読谷村の社会福祉協議会、福祉センターの方に、設置して置かせていただいております。残りのですねラジオも、はい、この後各公民館の方にお配りする予定となっています。そしてその他、これはですね、このラジオをですね、回収する際にはですね、半年間、使っていただくんですけども、その際に、アンケートなども実施したいと思いますので、そのアンケートにね、またご協力していただきたいなと思っております。さあ、これがね、全ての各家庭に入れば本当に素晴らしい機能をですね発すると思いますけれども、これはね、個人的に購入することは、まだ不可能だそうです。沖縄県の方でこういう各、世帯にですね1台ずつ防災ラジオを置いているというところのですね、っていうところは今ないそうです。少し話によれば、隣の嘉手納町が、始めるかもしれないという情報は入っていますけれども、まだ本格的な情報は入っていません。でも沖縄県はやはり遅れていますね。本土の方ではですね、こういうこの防災ラジオというものはもう本当に当たり前にはなっているんですよね。この全国でですね、約、30万台から40万台この防災ラジオがですね出ていると言われています。これはですね、FM の、ね、長岡のですね社長でもあります脇上県の、はい、脇上社長の方もおっしゃっておりましたけども、全国の統計は、きれいには取れてはいないんですけども、約、企業としては80社、そして30万から40万台ですね、はい、出ているということでございますね。そう考えるとすごいですよね。そして、この脇上県があります新潟県の長岡市、この長岡市の方ではですね、1世帯に1台、このラジオがですね、この防災ラジオが設置されているということで、これも考えたらすごいですね。やはりこの防災について、やはり新潟地震ね、ありましたね、新潟中越地震、それをきっかけにですね、こういう防災ラジオというものがですね、発明されたんですけれども、やはり私たち沖縄県と違って本土の皆様は実際に自分たちが災害に遭われているということで、早めのこの防災というものにですね、目を向けている方も多いのではないでしょうか。さあ、この新潟市の方でもですね、多くこの緊急告知ラジオという緊急放送ラジオをですね、しっかりと、身につけているそうですよ。この新潟県の長岡市だけではなくて、新潟市の方でもですね、もう新潟県全体がですね、こういうFM ラジオ、この命を守るラジオ、緊急告知ラジオをですね、設置している箇所も多くあるそうです。また東北の方でもですね、こういうこの緊急告知ラジオをですね置いているところも多数あるということで、先ほどご紹介しました30万台から40万台と言われておりますこの命を守るラジオ、緊急告知ラジオ、早く沖縄県内でもね、多くの場所がこういう設置しなきゃいけない、設置するにはどうしたらいいのかっていうですね、考える市町村が本当に増えていってくれたらなと思います。今回私たち読谷村とですね、FM ユミタンをですね皮切りにスタートをしておりますけれども、多くの市町村が、あ、自分たちもやってみたいとね、そういうふうに、考えてくださることを、はい、願いたい。きっかけはね、様々だと思いますけれども、そのきっかけ作りとしても私たち FM ユミタンの方はですね、しっかりと皆様にこの防災について、
自分たちの命は自分たちで守るというものも身につけていただきたいなと思っております。さあ、その他ですね、こういうこの緊急告知ラジオということで、ただいま実証実験がスタートしました。いろんなところのですね、メディアの皆様も、注目をしていただいておりますけれども、私たちもどういうふうな形で、やっていけるのかというものをですね、模索しながらの実証実験ではございますが、平日の月曜日から金曜日、先ほどご紹介しました朝9時55分から約5分間、読谷村役場からのお知らせ、行政放送、行政情報番組がですね、行っておりますけれども、その際にね、皆様に急にですね、この、災害情報ですね、この防災ラジオを活用してピロピロピローンっていう音が鳴ったらびっくりしますよね。それがこういう音が鳴ったら、こういう信号ですよというためにも、皆様の耳にも慣れていただくためにもですね、平日9時55分から約5分間なんですけれども、午前中ね、この、防災ラジオをですね活用した、はい、放送をさせていただいております。また月に一度、はい、訓練災害放送もですね、行う予定としておりますので、いつ何時、こういうですね放送が起きた時に、どういう対応をするのか、またこのラジオが正常に動いているのか、災害時発生には FM ラジオ局から市役所などから緊急信号が発信され、自動的にこの緊急告知ラジオ、コムフィス W67がですね設置されているところでは、このラジオがですね、自動的に、災害放送に切り替わりますので、ね、こういうこの性能が高い、ラジオとなっているんですよね。さて、この防災ラジオ、多くの皆様からですね、自分たちのところにも置きたいんだけど、これ買えないかなという、問い合わせもあります。残念ながら個人的に購入することは、できません。そのためにも約半年間かけて実証実験を行い、来年、再来年、もう少し先かもしれませんけれども、読谷村の一世帯一世帯に、この、緊急告知ラジオ、命を守るラジオがね、一世帯に一台置けたら一番いいなと考えておりますので、またいろんなね、情報などがありましたら、ぜひ皆様からの情報をですね、聞きながら私たちの方でも、実証実験の方スタートしておりますので、ご協力いただきたいと思います。さあ、この緊急告知ラジオ、半年間の実証実験であります。来年の2月までの実証実験とされておりますので、見てみたいという方は FM ミタンの方にも来ていただければご説明もできます。また、各公民館の方にも設置する予定となっておりますので、その際にもご覧になっていただきたいなと思っています。また、様々なところで配布する予定なので、その際にですね、配布、し終えましたらまた皆様に、ご報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは一曲お届けいたしましょう。清見で生きる。名もなき花が咲きました。こんな枯れ私の心を照らしてる。空は高くどこまでも果てしなく続く。一人になって泣けてきた胸が張り裂けそう。暖かくて
が生まれたのは生きるため、君が生まれたのも生きるため、風の匂いが君を運ぶ、優しく囁いてる。福島に帰ったらママドール食べる、福島に帰ったらくるみゆべし食べる、福島に帰ったらイカ人参食べる、福島に帰ったら玉こんにゃく食べる、福島に帰ったらバークインで飲む、福島に帰ったらララミューを覗く、福島に帰ったら芋煮汁食べる、福島に帰ったら猪苗代湖に行く、弟と
ます。
お届けした曲は予定福島に帰ったらお届けいたしました。さあそれではですね、毎月11日沖縄タイムス琉球新報の紙聞にはですね、東日本大震災復興と課題、東北の新聞からということで掲載されておりますので、ご紹介していきたいと思います。今日はまず琉球新報の方からご紹介していきます。先ほど皆様に聞いていただきましたのが福島に帰ったら、ね、あの歌でも福島の名産物が、記され、目を閉じたら福島の皆様の笑顔と、ね、また以前と変わらない生活が、皆さんのですね望みでもあると思いますけれども、でも一日一日復興に向けて今も頑張っている福島県民の皆様がいるということを皆さんしっかりと覚えていただきたいと思います。さあそれではですね、こちら東日本大震災復興と課題、東北の新聞からでございます。それでは、まず皆様にお伝えいたしましょうね。福島民友提供でございます。福島県の会津若松市の、東山温泉を七色に照らした幻想的な景観を、演出する光の町プロジェクトが8月1日から始まったそうです。暗闇に浮かぶ光のカーテンが温泉街の夏の夜を鮮やかに彩っているそうですよ。さあこの、光のカーテンなんですけども、8月の16日まで、今週の土曜日までとなっております。東山温泉のですね盆踊りも今週13日から16日の間で行われるそうですよ。70周年記念イベントとして東山温泉観光協会が初めて実施しました。温泉街を流れる、湯川岸のですね、湯の川のまたですね、境内やまた川の面にをですね、木々が無数の発光ダイオード、こちら LED なんですけど、照らしているそうです。 LED の提灯約300個が並び、点灯時間が夜7時から夜10時までだそうです。いいね、見てみたいね、最高でしょうね。さあ福島のですね会津若松ね、こちら東山温泉の方でもですね、こういう多くの観光客の皆様にまた、喜んでいただくために頑張っている光の街プロジェクト、ね、今回70周年記念といたしましてイベントが開催されているようです。もし今ラジオを聞きの皆様で、明日明後日福島に行く予定なんだよという方はぜひご覧になっていただきたい。今週土曜日までなのでね、はい。さあそして観光客、こちら観光の入客数というのが、福島民報提供で掲載されておりました。福島県内の平成25年の観光客入りのですね、観光客の入り込み数が4831万5000人ということで、前の年に比べ 8.7% 増えたそうです。東日本大震災前の22年の 84.5% まで回復し、福島県は大河ドラマ八重の桜、宝永や、東北のですね、六甲祭り、福島市などの、誘客効果が現れたと分析しているそうです。福島県が8月4日発表し、過去10年間の県内の観光客の入り込み数では、平成25年は前の年より385万6000人増え、震災と東京電力福島第一原発が起きた23年に大幅に落ち込みましたが、平成24年から2年連続で増えているそうです。県内7つの、県域別の入り込み数を見ますと、前の年に比べ伸び率は、先ほどご紹介しました会津若松があります会津の方では 13.3% が最大だったようです。会津若松市のですね、ハンサムウーマン八重と、会津博の大河ドラマ館にですね、59万3388人が来場し、会津地域全体の入り込み数のですね、回復につながったようです。いいね。またこの地のですね、県域の方では、県の北のですね、こちら福島市のですね、
公演の方なんですけども、はい、こちらの方では4倍のですね、観客の皆様が来たということで、また福島フェスティバル in、郡山2013にね、20万人が来場されたそうです。少しずつではありますけども、はい、震災後に減少してた観光客数は着実に回復していると話しているそうです。一方、大型イベントや大河ドラマの影響が大きかったと指摘。県内全体の観光地で、伸びるよう誘客促進を受け入れ、体制整備をですね努めるとして、県の観光交流課がですね、お話をしているそうです。いや、頑張っていただきたいね。ぜひ皆さん福島の方にも足を運んでいただきたいと思います。それでは一旦コマーシャルをお伝えしますけれども、まだまだ東日本大震災復興と課題、東北の新聞から、今日は福島のお話をさせていただきます。時刻は1時47分になりました。この時間お届けしております FM 読谷防災情報番組、災害時は786お届けしております。さて、後半は毎月11日に発行されます東日本大震災復興と課題、東北の新聞からご紹介させていただいています。こちらは琉球新報や沖縄タイムズの方に掲載されております。毎月11日に掲載している記事、今日ご紹介させていただいております。今日ご紹介していますのは琉球新報の中からですね、今日は福島にですね、スポットを当ててご紹介させていただきます。福島民放提供で観光の入客数が 8.7% 増えたということで、本当に嬉しい記事からスタートいたしました。夏ということで福島県の方もだいぶ暑くなっていると思いますけども、でもさまざまなですね問題を乗り越え、一日一日早く、元の福島に戻っていただき、家族みんなで過ごせていただきたいなと心から思っています。そのためにも遠いここ沖縄県の方から何ができるかという声もまだあります。それは福島に足を運ぶということ、東北に足を運ぶということ。ぜひご家族でご友人と旅行どこに行くと話をしたときには、東北に行ってみようと問いかけてみてください。そうすることによって東北に宮城県や福島県、岩手県の方にも、そこでお金を使っていただきまして
市町村、地域を活性化させてください。さあ、それでは引き続きご紹介しましょう。福島民友提供です。約200万本が開花する福島県の、北方のですね方にあります、美濃倉高原ひまわり畑、おこちらの方にですね、なんと 6.5 ヘクタールのひまわりがあるそうです。すごい200万本ですよ、このですね北方市、ふるさとこちらですね復古株式会社は、新たな名物として地元食材を生かしたひまわりカレーとスイーツひまわり畑を完成させたそうです。いやーすごい美味しそう。でも本当に美味しそうですよ。カレーなんですけども、ご飯をですねこの黄色くですねやりまして、この黄色いご飯にするんですよね。その中に何があるんだ、この真ん中、ね、あ、メンチカツはい、ご飯を丸くしてね、この黄色いご飯よ、その中央にあの丸い大きなメンチカツを乗せるんです。そしてその、ご飯の周りにカレーをかけるとひまわりの花のようになってるんですよね。そしてお皿は白いお皿に入れてるんですけども、で、このトレーにこのお皿を置き、そしてこのお皿の下にひまわりの茎と葉っぱが描かれた、はい、この、シートの上にですね先ほどご紹介しましたカレーを乗せると本当にひまわりのようになっているんですよね素敵ね本当にひまわりの花を再現しておりますけども、あーよく、しかもこれね500円だそうです、ひまわりカレー。またねこの福島市のですねこの地元の野菜を使ったオリジナルで、はい、あ、紅花で色付けをしているそうです。また体にいい花の色を表現し、種の部分はメンチカツでボリュームを出したそうです。皿の下には来場者へのメッセージも添えられており、あ、もう素敵これ大きくだけでも本当に素敵だなと思いますけどね、こういうのもぜひ食べていただきたいなと思いますね。そしてもう一つ、こちら福島民放提供です。夜空の下で、こちらですね、この、こちら宮古慈悲祭りというものがありまして、福島県の田村市の、宮古寺町の、岩井沢の、グリーンパーク宮古寺で催されたそうです。東京電力福島第一原発事故から復興を願う炎が、真夏の夜を飾ったそうです。あ、いいね。またこの市の主催で同会場では4年ぶりの開催となり、ろうそくを入れた約1万本のですね、竹の筒がですねこの城内の草原に並べられ、家族連れがですね日没とともに順に火を入れていったそうです。日中には一時雨に見舞われたものの、住民たちが幻想的な夜を楽しみ、また、この灯火がですねこの祭り平成15年に宮古寺の名前にですね残そうと住民のですね、有志が始めたそうです。東京電力福島第一原発事故でグリーンパークが緊急避難時に、避難時の準備区域に指定されたため、平成23年には休止、24年25年は別会場で催してました。グリーンパークの除染が終了したことを受け、本来の会場に戻したそうです。第一原発から半径20キロ圏内に出されていた避難指示が今年の4月に解除されてからの初めての開催ということになったそうです。はい、少しずつ少しずつ一歩一歩歩き進めています福島県です。ぜひ多くの皆様、絶対に忘れないでいただきたい。今もなお東北の皆様は家族とバラバラに過ごし、そして体調を崩されている方もいます。それでも前を向いて一日一日生きて、また楽しい生活を送ることを待っているんです。ぜひ皆さん、今何ができるかと考えている皆さんは、一日でもいい、1時間でもいい、
5分でもいい、遠くのことを考えお話をしてください。そして私たちにできること、その場所に足を踏み入れること。ぜひ夏休みあと後半あります。どこに行こうかなと考えている方、旅行を考えている皆さん、東北の方おすすめしたいなと思っております。子供たちにも、またそのご家族にもすごい刺激を受けるかと思います。ぜひ多くの皆様ですね、自分の目で東北を見ていただきたいと思います。それでは今日この時間 FM みたん防災情報番組災害時は786、今日の番組前半は命を守る防災ラジオ、そして後半は琉球新報沖縄タイムス毎月11日に掲載されます東日本大震災の復興と課題、今日は福島にスポットを当てて皆様にお伝えいたしました。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。また来週この時間に皆様と一緒に防災について考えていきたいと思います。お相手は日上幸でした。空の青さを、その高さを、浮かびゆく白い雲を、思い出そう。その日が来たら、すべてを受け入れよう。ありがとうして、すべてを慈しもう。海の青さを、その深さを、気高く悲しい波を、思い出そう。回ったのように降る光を手にして、虹の葉